今日は二本松市の、三保市長に来ていただきました。三保市長どうもよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。二本松市の三保市長が案内してくれたのは、市長これな どういうふうにこれ、はい、ますかね。これはあの、阿武隈川が氾濫して、ここ内水がたまる場所なんで、二本松市が進める丸ごと町ごとハザードマップ、川の氾濫でこの場所がどこまで浸水するかを示すもので、市内に106箇所も設置されています。ずっとこの川はもちろん、はい、あのこの辺が浸水をしました。安達太良山や阿武隈山地に囲まれ、中心には阿武隈川が流れる二本松市。恵みをもたらす豊かな自然は時として脅威にもなり、2019年10月の台風19号により洪水や土砂災害が発生し、2人が犠牲となりました。台風19号で、中小河川も被害を受けましたので、それも含めてあのこういうあの危険な形のところについては全てあの表示をさせていただいて、市はこの被害を受けてハザードマップを改定。しかし台風19号については心配なデータもありました。各地区の区長に行った調査で、3分の1以上が自分の地区で災害が起こるかもしれないと思っていたと回答した一方、過去に経験した程度に収まるだろうなど、経験が間違った安心を呼んでしまったケースも同じくらいあったのです。市のハザードマップも内容までは覚えていなかったなど、理解に課題があることが分かっています。毎日のように見られる方は少ないでしょうから、はい、まあ、これも補う意味で、そうです、はい、一番あの可視化されて分かりやすい、うん、街並みそのものをハザードマップにするこの取り組み、国土交通省の公表に基づき、阿武隈川流域に2日間で300ミリを超える大雨が降ったという最大規模の氾濫を想定し、危険を目の前に見える形にしています。これまで想定できなかったようなあの自然災害が、大きな災害が起きてますので、市民の皆さんの尊い、生命身体財産を守るということが最も大切でありますので、市民の皆さんに、いち早く的確に、情報を提供すると。ハザードマップを見るものから自然と目に入るものにするという取り組みです。松尾さん、私たちの防災意識を高めていく上でもこれ重要と言えますね。そうですね、まあ、普通はですね、市町村から最寄りの市町村からハザードマップとかね、あるいは防災マップ、これ印刷物で各世帯に配られてますよね、はい、まあ、皆さんご自宅にどういう形でそれ保管されてます、壁に貼ってます、日頃見てます、まあ、いつでも、ね、見られるような人で意外と少ないんですよ。でアンケートで聞くとね、大体6割の方は 60%、はい、まあ、あんまりこう記憶にないとかね、まあ、日頃よく見てない。でこれってでもしかし命を守る情報なんですよ、河川が氾濫した時には ね、 そ, うですね。でその危険性をやっぱり知るということが重要で、そういう意味でこれ二本松市がやっているように街中のね、この電柱に看板として置いてるじゃないですか、はい、ここまで浸かりますよって、でそういう街中で明示するというのはこれ絶対必要だと思いますよね。街中そういう浸水マップにしてしまえばいいという発想だと思います、はい、VTR にもありましたが、二本松市は台風19号で大きな被害を受けた自治体の一つでもあります。この台風をきっかけに住民たちもまた動き出しています。川の水がここまで上がれまして、全部ここ水没した状態。かなりこの建物は
ちょっと高いところにある。高いところにあったからまだ良かったんだけども、それでもここまで来まして、はい、でここで避難してきた車が、はいはい、2台、あとこっちの1台ってことで3台あったんだけども、ここでもう水没。二本松市の西谷地区で自主防災組織のリーダーを務める菅野博さん。2019年の台風19号では地区の避難所としていたこの建物もあわや浸水という状況でした。北総田津がここで待機してた。じゃあもう結構ギリギリまで水が来て本当に怖かったですね。怖かったです。これ以上来たら逃げとこないなっていう感じ。この時の台風で西谷地区では住宅2棟が水没、道路が寸断されるという大きな被害に遭いました。川幅もかなり広がってもこの辺きれいになってますけど、はい、ここは前は狭い川だったんだけども、おかげさまでこう改良されてこれだけの広い河川してもらって、まあ、確かにありがたいんだけども、あそこの切れの手前を境にして、はい、なってますんで、まあ、全然目改良。台風の被害を受けて川幅の拡張工事は実施されたものの、住宅に比較的遠い場所など拡張工事の対象でない部分も。災害級の雨にならなくても場所によってはすぐに水かさが増してしまいます。激甚化する災害に対しハード面の対応を待ってはいられない。住民同士のつながりで被害を減らしていこうと、台風の被害後に西谷地区の自主防災組織が立ち上がりました。で、災害があるそうな時で目で、家は心配だから行ってくかとかって話はします。確かにこう一つ一つ裏の土手が崩れるから心配とか、はい、健康面で心配っていう話もね結構ありますね。地区の一軒一軒を回って聞き取った災害が起きた時に不安なことをもとに、声かけのタイミングなどを模索しています。いざという時に備え地域の防災力を高めたい一方、住民が100人に満たず3分の1から半分が高齢者というこの地区、避難所での備蓄品や避難誘導に必要な道具を揃えるなど物資面で組織を強化することは難しく、まずはできることからというのが現状です。一軒のうちから5000円出してくださいとかっていうようなことは私の口からはなかなか言えない。我々ができることは何かっていうと、もう見回りとか災害があった時に手助けで、みんなで見回り活動とか協力、お互いに協力し合うことが災害を、まあ、最小限にできる組織っていうか区でありたいなってことで。今自主防災組織が全国各地で立ち上がっていますけれども、松尾さん、特に高齢化が進む地域ではどう維持していくのかっていうのが課題なんですね。そうですね、防災力とかね、体制も含めて維持するのは、はい、まあ、どこも同じ課題だと思うんですよ。まあ、重要なことはね、地域のお祭りとか交流会とかね、訓練の中で人を集めてつながりを深める、はい、まあ、そういうことが重要じゃないんでしょうかね。うん、自治体も防災に向けての取り組みはもちろんしているところですけれども、はい、こうした住民の皆さんとの組織とはどういうふうに役割の住み分けをして、どうサポートし合うのが理想的なんでしょうか。うん、災害というのは、ね、地域で起こるんですよ。うん、でそこに暮らす人たち一人一人、例えば消防団とか民生委員、児童委員とか、ね、自主防災自治会の人たちで、それぞれ役割を全うして被災回避行動すれば必ず災害に強くなると思うんですよ。だから基本的には役割をどう全うするかと、
いうことですね。そういう地域社会が必要だろうと思います、はい、ではそれを踏まえまして今日の松尾さん防災100言をお願いいたします。はい、今日美穂市長から、ね、ご案内いただいた災害リスク、うん、見て聞いて知ってあとは構える、はい、まあ、それが防災だと思います、うん、とにかくまずは触れることが第一歩ということになりますね。ここまで今日も松尾一郎さんにお付き合いいただきました。松尾さん今日もどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。